ポカボムです。だいぶ曲がってますね。まあでもロープで引っ張っちゃえば大丈夫だ。応援だ。マグロマグロ。あ、いいね。さあやりますか。やりましょう。よいしょ。よいしょ。そうですね。よいしょ。シェラでいいですか。いいですよ。色はね、色がよく出てる。やりましょう。よいしょ。よいしょ。キャプキャプキャプ。じゃあ本日もよろしくお願いします。お願いします。うん。うん。うまい。帰ってきた。帰ってきたね。宴が始まっていきますね。飲むかやりましょう。ちょっとボムります、ね、うん、ナイスアイデア。やりますか。やりましょう。来たね。わお。出してきますよ。スプリングだね。じゃあやめとく。飲みます。飲む。飛ばしていく。飛ばしていく。このメンバーでやるのは1年ぶりか。1年ぶりですね。そうですね。うん、その日もボムで始まって。確かに。それが初めてのボムでやれたもんね。そうでしたっけ。確かそうだと思ったもん。初めてそこでボムをやってきました。あ、動画内で。動画内で。あ、ハマってうめえんだよな。みっちゃんがもうベロベロで寝ちゃってね。そうクソみてえだろ。懐かしいな。その時の動画挟んだけどクソみてえだろ。1年前。あ、綺麗ですね。綺麗ですね。入れながら横にしっかりなね、アッパーさんのおかげで。おい、いただきます。はい、はい、どうぞ、どうぞ。じゃあ、やりましょうか。みっちゃん、よろしくお願いします。今日調子いいぞ。調子いい。また手切っちゃう。帰ってきた。帰ってきた。しゃあ、気合十分。気合十分だね。うん、彼の。そ
最高品質。それ板前時代にそういうのつけてる。つけてるつけてる。おお。ちょっと痩せてるな。ちょっと痩せたね。ちょっと痩せたんだよ。おっとっとっと。おー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 お
職人ですね。職業なんすか。え、ユーチューバーだよ。揉むか。ここは揉むするか。終わっちまう、終わっちまう、終わっちまう。そしてやっぱ今日も切れ味いいね。確かに。研いできた？研いで。これは研いできたね。へえ。使う前に必ず研ぐ。あ、そうなんだ。美しいもんね。骨の音がいいですね。うん、これで、これで例のやついきますよ。お願いします。よいしょ。お願いします。おお、何やってるんですか今は。これで腹骨の骨を切り落とした。断ち切った。その食べる理由は、身が柔らかい魚だからさ、立てた方が負担が少ないで、割れたりしないと。もう基本としてはカツオは立てて、そう、まあこうやってバッってやる人もいいんだけど、これはもう立ててトントントンって包丁の重さで落としていく。あ、包丁の重さで落としていくんですか。そうです。では行きます。パッカーン。おいー、パパパ。ありがとうございます。綺麗な身ですね。そうだね、初ガツオらしい感じだね。やっぱこれ戻りガツオになると腹の辺とかにもっと、そう、脂が乗ってて、一番は皮のところなんだよ。あ、皮に入るんだ。そうそうそう、やりましょう。え、じゃあ、のんじまやりますか。のんじめ、のんじめ、みちゃん今飲めないから今のうち飲もう。あ、そうだね、3人で。そうそうそう。あれね、顔赤っ。もう酔っ払ってるからね。こっち見て、こっち見んな。こっち見て、こっち見て。やばい。みっちゃん騒いでくれてるんで飲みましょうか。飲みましょうか。ありがとうございます。贅沢だね。カレーもね、本当に、うん、夏になるとまた飲みたくなってくるんだよね。夏うまいね。うん、そうそうそう、グビグビ飲んじゃうもん。止まんねえもんね。アンダージは本当にひどい。確かにね。俺も抱いて寝てるもんね。一生の恋人だから俺。綺麗だよな、これ。この比重がね、緑の恋人たち。あ、これは怒るやつや。そうそうだね。怒られちゃうやつだね。山田君に。自分に入れられないやけど。おいしょ。よっしゃ。行きますか。行きましょう。いい、めっちゃいいよ。やめてきな。行く、行くよ。行くか。行くか、じゃあ。じゃ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 帰ってきた。すごい。なんか見てると切れ味がいいからかわかんないけど、柔らかそうに見えます。あ、ね、柔らかそう。でもカツオはね、柔らかい。だいぶ血合いを、そう、血合いを、ね、取って。そうだな。血合いだけを美味しく食べる方法とかもあるんですか。まあ、血合いをもし美味しく食べるとしたら、生姜効かせて炊くって感じかな。炊くってことは醤油で甘辛く煮付けにしちゃう。うん、あんま食わないんだ、カツオの血合いって。うん、食わないね。あ、そうなんだ。全然食えないことないんだけどね。うん、でも、これしかないからさ。うん、うん、いやいや、食わねえって言ってた。あらあら、いやなんでよ。アンダーさんのごっくん見たかったな。ごっくんのサイズじゃねえし。じゃあ、串打ってく。綺麗だな。綺麗な見たこと。ね、本当に。美味しそうだね。うん。お、ね、いいですね。皮の寸前、ね。そう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 。この皮の、皮と身の間に刺さないと、身が割れちゃうんだよね。これ職人技っすよね。確かに。難しいっすよね、これ絶対に。そう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 。すげえ。そうしないと焼いた時に落ちちゃう。あ、身がポロッと。うん、なるほどね。皮の隙間は強いんですか。そう、皮は落ちないから、うんうんうん、で、身は火入ると落ちちゃうからさ。すげえな。みっちゃん料理人なんだな、ほんとに。これで焼いてく。おなんやなんやなんや。これで穴開けていくわけですよ。すごい、必殺しないんだ。
こんなことするんですか。もうね、あの皮がね、皮の上に薄い皮があるんだよね。うんうん、薄皮。そう、それ焼いた時に膨らんじゃって焼き目が均等につかなくなるから。そういうことなんだ。そう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 。それでその空気が抜けていく穴をそうそうつける。そうすると綺麗に焼き目がつきますよっていう。うまそうだな。なるほどね。で塩当てていくと。はい。おい。おーおーおーおお。風読まないと。ちゃんと風読んで。で風読まないといけない。凌介、まんべんなくついてますね。皮目だけでいいんですね。油もちろん、うん、身の方は少なめなんだよね。あ、皮目だけに上の方から飛ばすのはあの均等にするように。ただ今風を読まないといけないから、だいぶここら辺めちゃついてる。風読まないとさ、キャンプならではですね。そうそうそう、外にするの。わら焼きもでもキャンプならではだからね。家じゃできないから。そうだ、そうだね、確かに。煙がモクモクになっちゃう。そっかそっか。楽しみー。ねー。じゃあ焼いていきますか。はい。吹いてもらって。安田さん頑張って、安田さん頑張って。頑張って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 頑張って。吸ってない。オッケー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 。すごいすごい。すげえ藁の香りしてきた。ね。うわあ。いいよ。いいよ。いいよ。いかいて。行きまーす。ああいいよ。すげえ。うわあ。うまそう。いいねいいね。吹いて吹いて。やっぱこの藁じゃないとダメなんですもんね。藁の方はね、やっぱ藁の香りがね。この。来ためちゃくちゃいい色ですね。いいね。黄金。ラストラスト。ラスト。ここで。ああすごいいい香り。いいねいいねいいね。藁の香りがいいですね。いいよね、藁の香りがね。藁の香り拾うそこ。あ、オッケー。ありがとうございます。今準備をしてくれているのでオフボムというところでオフボムオフボムね、新しいワードだよね。ウィキペディアに書いておかないとね。オフボム、そうだ、オフボムとは。綺麗だな、美しいよね。おなす、おなす、行くねーねえ。あーこれだな、やっぱ帰ってきた、帰ってきましたね。帰り、ただいま。3人目帰ってきた。帰ってきた。俺だけ帰ってきた。次は何を作っていくんですか。次薬味だね。薬味、今新玉ねぎが時期だから。おー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 、すごいね。みっちゃん、サガミ、サガミ出てる。0.01 だね。おお超えました。おめでとうございます。ありがとうございます。これ何を意識してるんですか今。動かさない。左手を動かさないっていう意識でやると薄くなる。あ、そうなんだ。切らないっていうイメージかな。へえ。本当に動いてるか動いてないかぐらいで下しびを動かしたんですか。そう。ちょっと当ててるの全部取る。そう。包丁で押してる感じかな。あ、そうなんだ。なるほどね。だからこの。よいしょ。うわー美しい。あ、すごい香りが広がってきた。ね。透き通ってるでしょ。キャンプワイン。キャンプワイン。
みっちゃんはダメ。どういうこと？コント。これがまた新玉が美味しいんですよ。美味しいですよね。キャンタマ先輩。キャンタマ先輩。旬のキャンタマファルコン。いや、まあ説明してくれてるから。もういいや。お、すごい。地味に。地味にな。そっち見てもできるんですね。すごい。すげえすげえ、確かに。できるの？できるよ。マジで？すごい。これはできる。逆にすごいと思った、今。手元なんて見ないよね。プロだな。リズムで切ってる。リズムで切る。今、ね、今モームスのラブオンシーンが流れてる。古いな。古いな。めちゃくちゃ古いじゃん。10年以上前。あ、もう20年前か、あれ。うちの青春なんだよ。あ、うまい。レボリューション、ペディワーですね、それは。次、ミョウガね。ミョウガちゃん。ミョウガ好きでしょ、みんな。大好きっす。これ今なんか切ったのか。下のね、下の方。こう繋がるから、これは。繋がる？そうそうそう。繋がるって、軸のところ？ああ。玉ねぎとかでもある。あ、そう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 。なるほど。下の部分。はい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 。うん、ね、ここね。はいはいはい。うんうんうん。芯。ここがここを取ってあげると、綺麗に切れる。そう、バラバラになるんですよ。ああ、なるほどね。うん。こうやって繋がってるからね。もう美味しい。みずみずしいですね。ね。それで切っていきます。おー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 おお。なんだ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 。おー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 。今ちょ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 っていうのが効果がある。ちょ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 っていうと、最初のところってどうしてもね、ここが繋がっちゃうんだよ。ここ、ここの部分が。うん、最初の部分、最初の部分、そうすると食感が変わっちゃうんだよね。寒いとこ行ってひよってるやついるまぁちょっと2回目でも笑える後ろの潮目が、ね、まるでみっちゃんのピューのみたいですね。え、割れ目？みっちゃんの割れ目って何逆にお次は大葉ですね。大葉を細かく切るコツは、ビチャビチャに濡らす。ビチャビチャに濡らす。でね、で逆に。逆ですね。本当だ。ビチャビチャに濡らすと、ペタってするから切りやすいんだよね。負け。すごい。これも包丁で押し出してるんですか、指を。そう。さっきよりも包丁を押す力を弱めてるね。弱めるんだ。より繊細になるように。そう。細かいっすね、本当に。動いてないように見えるけど、だんだん右に行ってますもんね。大葉の位置がほぼ変わらないでしょ。最終的に全部で何本目だよ。86万。86万も。そんなに。じゃあ行きます。おお、すごい。これが86万。86万本。大葉。すごい。ね、青さみたいだね。そのままあるのと、やっぱこういう細かくするのと、どういう風に変わってくるものなんですかね、これは。食感が全然違う。うん。細いと、なんだろう、ふわっとするから口の中で。うん。入ってくる量も違うしね。これで薬味の完成です。ありがとうございます。乾杯。飲んどけ。飲んやだよ。ビールくれ。よいしょ。すごい。今日はすげえふっくらいきましたね。いったね。米がタッチタッチですよ。タッチタッチだね。お湯もあんまないね。これ僕に食えねえな。食う。むつくちゃんアンダーさん、ほんと可哀想。作る。俺も巻き込まれたじゃん。作る一方。作る一方だね。今日は、この米を全部寿司酢で寿司飯にしちゃいます。おっ、作ってきたの。しかもこれはそう、実家のお寿司屋さんからパクってきた。なあ、吉沢屋さんの。そうそうそう。うまそう。赤酢？これ赤酢じゃないんだけど、赤酢っぽいね。でもね、色をつけてるみたいで。あ、もうこれで来てる。これだけで十分なの。めちゃくちゃいい。あ、じゃあいい。来るなよ、そういうとこ。
拾ってっかって上手上手上手すごい、超上手に炊けたね。ね、本当に上手。誰が炊いたのこれ。アンダーシー、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 うまいな、出るな。まあこの釜が優秀だからね。釜かよ、釜か、釜だな。釜は優秀だから、釜だしね、うん、じゃあいよいよ本丸いきたいと思います。お願いします。これ何を切ってるんですか今。これはカツオのたたきを切っていこうかなと。断面がすごいね。めちゃくちゃ断面えぐ、うまそう。すごい上手ですね、火入れるの。これはね、吹いてくれた人のおかげだよね。誰だっけ吹いてたのあれ。誰だ。アンダーシーアンダーシーみんな優しいじゃん急に優しい。今の全部カットしよう俺。なんでよ。すごいいいピンクですね。いいね、美味しそう。初ガツオって感じだね。これが初ガツオなんだ、うん。戻りガツオはもっとね、ぐーっとここに油が回るんだよね。すごい、向こう側が見えるぐらいな、なんか綺麗な透き通ってる身の色してますね。いいね、綺麗だね。綺麗だよね、ほんと。やっぱ旬はね、食べといた方がいいんですよ。そうか、健康的にも旬を食べるのいいらしいよ。え、そうなんだ。じゃあめちゃくちゃ健康じゃん。ね、今日は旬の初ガツオと、うん、旬の新玉ねぎだから。うわ、カロリーこれいくつ。ゼロですね、うん、カロリーは幻想だから、うん、あんだけ野菜取ったらね。そうだよ、カロリーゼロだね。なくなっちまうから、しかも今日テント立ててるから、うん、カロリーゼロだよ。そう、じゃあ次は塩叩きいきます。おお、出た出た。おにぎり、おにぎり来たね。おにぎり行くよ、おにぎり。これ右から切る理由は、さっきの左というかね、反対側から来てたけど、さっきのはそぎ切りで、こっちはおにぎり。おにぎり、おにぎり。切り方かっこいいわ。かっこいい。厚い、分厚い、ね、この分厚いのがね、美味しいんですよ。綺麗だな。これうまいんだよね。ね、これ美味しいよね、うん、マジでびっくりした、うん、去年感動した。したよね。だよね、あれだよね。そう、あれあれ、あ、いい色だね。なんか分厚いの大丈夫って思うけど、分厚くなきゃダメなんだよね。うまいんだよねこれね。そんなに食えねえよと思ってもプロプロって言うんですよね。なくなっちゃう。これ誰が炙ったの。炙った。合わない。タイミング合わねえ。何作ってるんですか。お寿司ですよ。いいですね。一番最初にちょっとお腹をね、めちゃくちゃ今減ってると思うんで、うん、やばいっす。ちょっと食べてもらって、満たしてもらって、で後の料理を楽しんでもらおうと、そういう算段でございます。すげえな、1品目に持ってきてくれるっていうね、贅沢だよね。手つきが職人ですね。ねえ、あれどうも。職業がね。職業ね。ユーチューバーだから。見てください。めちゃくちゃ。山本君食えないのか。これは絶対食う。絶対食う。仕上げにね、うん。ネギを。ネギを。こういう感じで。ここどこだっけ。キャンプですよ。キャンプですよ。ありがてー、うまそう。あ、来た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 。うわー、まずはこれでちょっとお腹をね、しのいでいただいて。いやもう、やばいっすよ。そうでしょ。よー、ありがとうございます。いや、あ、こっちか。今ベンチであの体温めてるビールたちもいるんで。いいね。いるね。いただきます。いただきます。いただきます。うまそう。いただきます。うん。こんなうまいことある。うん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 。う
何これ食べたいもういいおいおいおいうめぇねーやばいやばいありがとうございますありがとうございますうまいネギがスプリングバレー合うね合うスプリングバレーうまいんだよ尋常じゃねえくらい美味しいんだこれめちゃくちゃうまい、うん、このアクセントのネギがねめちゃくちゃいい仕事しますね、うん、お酢の感じもいい、ね、ちょうどよくて宴の始まりがこれやらけえねうん、うん、身がやらかいうまうん、うん、シャリが、うん、シャリいいうめえこれいい仕事してるよ魚もうまっねっとりおお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 おいおおおおおおおたまんねえなじゃあ、続々出させていただきます、うん、お願いします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 幸せだな幸せだな幸せだな何ですかこれはあのニンニクの醤油漬けをつけておきました今日のためにおお、これがうまいんですよねどのぐらい使ったんですかこれはね、2月の頭ぐらいだからちょうど2ヶ月ぐらいかな結構つけてますね前回は2年ぐらいでしょ、ね、そう、前回2年だったのすげえあーすごいうまそうだ ね若いからやっぱねちょっとニンニクの色の緑が出ちゃうねえ、ね、食べてみるマジで一番っていいこれ美味しいよこれ食っちまっていい？いただきまーすビール用意して食べようあ、本当に？時差あったね今時差あったね塩たたきはねやっぱニンニク醤油漬けが合うんですよこれうめんだねすごいめちゃくちゃいい色してますね、ねいいねでもうあと2ヶ月ぐらいすると完璧にね中まで行くんだけどあまだ浸透してないんだそうそうそうでもこのニンニクのこのフレッシュな感じも悪くないから、うん、春らしいですねそう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 まそう塩たたきなんでね、うん、塩いいですねさらに追い塩そうそうそうおあこれ絶対おいしい粉だいぶいいよすごい、うん、だいぶいいよめちゃくちゃうまそうこれでビール足りる足りねえかもなライミー柑橘のね柑橘を本当はねすだちが良かったんだけどねないんだよねちょっとすだちが今なかったんでそうだよねでもライムもね、うん、かなり爽やかで美味しいと思う、うん、お待たせしましたおいあざーすうまそう龍馬も愛した龍馬も愛したそう、カツオの厚切り塩たたきでございますうわーありがとうございますやりましたちょっとね、柑橘を絞ってあ、絞るんですねいただいてもらってぜひぜひお願いしますお願いしますうんおこっち染みない弾けないでしょここで染みちゃう染みちゃうからうわ、うまそういっちゃん痩せたね、ほんとほんと痩せた嬉しいわ、それはヤモトが嫉妬してるから今いいなだから俺の方がデブに見えないでしょそういう思考回路食べよよいしょいただきますいただきます今日はね、食べても太らないオメガ3だから、油がよしういいただきますいっちゃってわこれはうまそうよ熱いぞ、ね、うわおい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 うんみんなおかしくなってめちゃめちゃうまいうまいこれビールもいいけどこれはちょっと次、うん、次のあれやろあれネクストステージ行く、うん、これはもうここで日本酒行った方がいいよね絶対オッケー持ってこようこんな美味しい塩たたきと来ましたらはい、はい、お飲み物こちらで行きましょうわあ、何だこれ茶色いやつ茶色いやつ茶色いやつこれねこの前ちょっと
石川県の金沢行ってきたんだけど、ゾウさんが、そこでちょっとイベントがあって、視聴者さんからいただいたお酒ですね。いつもありがとうございます。ありがとうございます。なんか便乗しちゃってすいません。みんなで美味しく飲むんですよ。そうですね、北陸のお酒はね、お魚に合うからね。確かに、だって北陸が魚の町だもんね。そうだね、来てきやがる。めでたい。パパパーン、みちゃんありがとう。ありがとうございます。みちゃんがお湯を野立てで行かせていただきました。これ野立てって言うんだ。そう、野立てマグっていう。野立てマグ。野立てマグ。福島の。いいですね。可愛い。じゃあいただきます。アンダース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 。家でな。大丈夫大丈夫。特別順番。いいね。合いそう。いただきます。よいしょ。初期型。よいしょ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 。せー。ありがとうございます。ありがとうございます。このね。組み交わすのが楽しいんだよね。おお、立てた立った立てた立った。はい、覚醒。いいよし、ほな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 ほ。金沢の塩さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。みちゃん、今日もありがとう。ありがとうございます。はい、合うなこれね。うまい。合う合う。いやー、いいねー。すごい臭いのにね。すごい臭いよね。すごい臭い。一瞬でガーン。そうそう、魚に合いますよ。もっと早い、もっと早い、もっと早い。食べよ。いただきます。早くなかった。ちょっと俺いただきます。早いもんね。うん、これうまっ。うまいなぁ。あ、しました。そう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 、これはカツと合うよ。うん、あー、ごめん。あぶれちまって。おいおい、うまい。うん、言うこと聞かねえじゃん。何の呼びやそれ。ね、あいよあいよあいよ。あいよ、あ、行くね。難しいことするじゃん。大志。大志。やめてやめて。やめてやめて。キャンパイ。キャンパイ。うん。カツオ合うわ。飛ぶぞ。飛ぶぞ。これはとことん行くねこれ。じゃあ叩きの方。行かせていただきますよ。いい色。ああ、そうそうそう。めちゃくちゃうまそう。自己紹介。広げた瞬間の香り、やばいね。やばいやばい。めちゃくちゃいいです。繊細すぎる。ね。職人ですね。すごい。うまそう。あえてカツオを隠してしまうっていう。なるほどね。こんなに薬味が。薬味の繊細さえぐいな。ね。失礼しました。よいしょ。めちゃくちゃうまそうだ。そうでしょう。浜焼きのたたきでございます。ありがとうございます。こちらね、当店秘伝の味ポンでいっていただきたいと思います。味ポン。これを全体に。わ、絶対うめえじゃんこれ。味ポンってマジうまいんだよね。え、うわー。やったなこれ。小指立てないと小指小指。おお、来た来た。調整調整調整。いやー、久々です。1年ぶりですね。ね、いただきます。今日のね、わら焼きはマジ成功した。うまそうだもんね、すごくね。吹く人が良かったよね。なんか違かったんですか、前回と。ちょっとね、いぶすタイミングを変えたのよ。へー。うーん、これはうまい。うん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 、いただきます。うん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 、ごっくんおじさん出たね。めっちゃうまいこれ。
うまーっ、ビビった。いや入ってない、入ってない、入ってないよこれ。少ないよ、見えないの中が。まあ今アンナさん口の中、うん、やばい、これうまいね、うまいね、めちゃくちゃ美味しいね。へいへいへい、カツオにキャンパイ、やばい、うん、合いますね。あ、めっちゃ合う、めちゃくちゃ合う、美味しい、すごく。うみゃ、うみゃね、めちゃめちゃうみゃね、うみゃ、うみゃ。それじゃあちょっと箸休め的にこちらお渡ししました。あいやあいやなにこれ、カツオユッケでございます。ういくぁ、ちょっとビールに戻ってもいいですか。これはね、あのこれはビール案件ですよ。ビール案件ですね。誘導をお願いしてもよろしいでしょうか。お願いします。誘導、うわお、濃いね、濃いっすね、うわいいね、めちゃくちゃうまそうだな。こちらのよく混ぜさせていただいて、いただきましょう、いただきましょう。うまそう、匂いがいい匂いする、すごい。じゃあどうぞ。すごい匂い、すごい。大使はすごいだよ。大使って言うじゃねえ。うまそう、うわ、いただきます。うん、うまいよね、うまい、香りますね、めちゃくちゃ美味しい、これ。うん、これビールでいっていいですか、俺。ビールでいこうかな。ビール、おいおいおい、海や、海や、ね、あんま健康的だな、健康的だ ね、 ね、健康的だね、健康になっちゃうね、ね、だってこれオメガ3だね、オメガ3、オメガ3だからね、これオメガ太らないんだ、うん、食えば食うほど、うん、もうラジオだぞですよ。いやうまい、うまい、あ、行きますか、お願いしますよ。いやー、やってますね、アンナさん、いいですね。あんた、あんたした、あんたした。あんだし、あんだし、あんだし。手元が狂うんだけど。大使。やめろってだから。やめろって。あんたさん、なんて呼ばれたいんですか。あんだで。あんだでいいっす。あんだでいいっすか。あんだでいいっす。これがコカレロ大好物ですね。大好物ですね。なんでこんなに盛り上がるんでしょうね。ね。本当にもうコカレロに感謝しかない、感謝ですね、いつもありがとうございます。アッパーさんと、あ、こんなちょっとしかない、あ、それあとでグッてね、行っちゃいましょうか。じゃあ行きましょうか、よろしくお願いします。いや飲みたくないな、いや飲みたくないな、つらい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 っすね。じゃあこの出会いに来年もまたカツオの祭りをさせていただいて、はい、そうですね、よろしくお願いします。お願いします。飲みたくないけど、キャンパイ、キャンパイ。うわあ、ご褒美でしたね。こっちみんな、せ、あっちも、忙しいな。いや、俺 YouTuber じゃなくて板前になった方がいいかな。